重力的にあの形が正しいどうもこんにちは、ナイスガイナイスガイです。ナイタイのモントです。川上です。おじゃんです。いいぞーぞ。初期の人気企画ロボクイズ復活版、イエーイ。ルールは単純です。5問のロボクイズ AB2 択、正しいのはどっちというクイズになっているので、ああ全問正解していただきます。で、この問題は記事になりますかね。はい、記事になっております。先に解きたい方は概要欄から、そして上から、上から、はい、お願いします。ということでですね、純粋に5問やっていきたいなと思います、うん、はい、ではいきましょう。問題、じゃん。どちらが正しいでしょう。これお見かけするでしょ、 YouTube ですね。なめとんか。YouTube、 これは YouTube Broadcast yourself、 yeah。 もうかけてるの。もうかけてる。これはわかる。さすがに余裕ですか。さすがにね。さすがに余裕。毎日見てますけど、ね、俺たち職業柄見なきゃいけないからね、 YouTube ね、うん、はい、では皆さん回答をオープン。まあ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 、いやいやいや、これはね、これはそうですね、フォントが違う、フォントが、フォントが違う、フォントですね、フォントに、フォントにね。いいんでしょう、こんなんでということで、正解は A でした。やった、イエーイ。お見事。2問目からちょっと骨太になりますよ、はい、では2問目どうぞ。ドン、ギエフェルマー、はいはいはい、まあ、皆さん、ベルマーク集めたり、集めたことあります？ない。やってました。やってた、やって、僕はやってました。やってました。集めて何がもらえるのこれ。学校とかに、うん、なんか、物が来る。個人じゃないって、ね、そうだから、あんま実感はない。うん、うん、やばいな、両方、はい、両方違和感あるんだよな。そうそうそう、違和感がね、あの、両方に出てきちゃうの。片方が正しいと思ってやるとね、めっちゃ難しいんですよ。では、皆さんの回答をオープン、どうぞ。てれん、お、寄りますね。あー、B。 いや、だって、いや、どう見ても重力的にあの形が正しい。重力では確かに。確かにね、確かにね。ということで、正解は B でした。よかったよかった。いや、意外とみんなすごいですね。これ本当は誰か一人できなくて、あー、これ視聴者さん一問正解だったらこうちゃん系ですねみたいなこと言おうと思ったんです。おい、だんだん難しくなってきますよ。3問目はこちらです、どうぞ。はい、イエーイ。やったんじゃない、何言ってるの。スイッチですね。俺明日買おうと思ってスマブラよ。いや、俺最近ね、うん、レッツゴーのピカ版買ったんよ。で、スプラトゥーンもめっちゃやって、頑張ってやってんだけどね、プロコンでやるんだよ、俺。あー、なるほど。あのさ、はい、横についてるコントローラーと多分同じ向きになってるはずなんだけど、はい、うん、いや、そう、プロコン使ってると使わない。こっちにしか見えないなっていうのは。あ、もうタイムオーバー。はい、はい、決めました。これは、いやー、はい、皆さん、回答オープン。はい、バーン。おぉ、 B、 おー、 B、 おー、 B、 おー、 B、 面白くね。いや、これね、持った時に持ちやすい方は絶対 B だよ。なるほど。持ったら分かるわ。だからあのロゴを持つ、まずな。バカリズムさんみたいな。ということで正解は B でした。イエーイ。すごいですね。いや、できますね、意外と。いや、できるんですよ。こんなできる。そう、できる。僕結構この辺りで2問ぐらい間違ってた。じゃあ第4問目いきましょうか。はい、はい、4問目ドン。うわー、うわー。難しいですけど、でもこれは皆さん YouTube の広告でいっぱい見てるでしょ。いやー、でも僕ね、 TikTok 入れてるんですよね。あ、そうだよね。そう、俺も入れてる。でもなんだかんだ自分で投稿しなくても見るために出てるっぽいんですよ。いや、こっちだと思ったんだな。結構 YouTuber の方やられてるから YouTuber の方の TikTok 見るしね。行きましょうか、はい、全員の回答をオープン。全員割れた、割れた、おー、割れた、2位だ。いや、なんか僕がロゴ見た時に思ったよりも赤っぽいなと思ったんですよ。で、人間っていうか特に日本人は左から見るんですよ。たときに赤が最初に目につくのは B だから、うん、B の気がした。キャラ変にしました。じゃあこれで一流芸能人と普通芸能人の差がつくと。そうね、そうね、はい、そっか、これのイメージだ。なんか今日間違えらんねんなと思って。あんま関係ねえ。ではいきましょうか。正解は
A でした。イエーイ。いやー、え、これでこうちゃんと川上さんは普通芸能人、はい、普通芸能人、普通東大生、普通東、普通東大生普通東大生全然いいわはい、ということで次が最終問題です。川上、渡辺、両名は二流になってしまう可能性がね、ありますから。いや、確かにあれですよ、最終問題は2ランクダウンなんで。あ、本当だ。で、このままだと僕と川上さんは三流になる可能性があります。おお、いいですね最終問題難しいですよ。うわ、じゃあ参りましょう。問題はこちら。ブイ、はい、皆さん、ちょっと待ってよ、ずるいやついる、ずるいよ、リアルにずるいやついる。逆にね、間違えられない感じはあるよ、こっちに。そうだね、そうだよね、他の3人よ、プレッシャーやばいよ酒井さん、何年東大だったの8年目だからもう俺、これ昔同じ問題で正解したんですけど、うん、この間やったら間違えちゃった東大のロゴで外して三流と出すなんの妥当だな妥当妥当だわ、はい、いやでもこれ僕正解したらこれ一流東大生になれるんじゃないですか入学入学できるでは、皆さんできましたでしょうか。皆さん、オープン。ダダンジェン。あれ、あれ、あれ、おお、うわ、俺だっけ。あー、これは、A の方はどうでしたか。え、まあ、でもこっちだった気がするんだけどなぐらいの理由しかない。なんか向かって左側がなんか白かったような気がしたんです。まあ、なるほど。山本さんはどうでしたか。まあ、勘だよねじゃあ逆に欲しかったです、菅井さんは。僕の記憶ではあの僕から見てこう右側が丸まってる。では書いて発表しましょうか。おい、正解は A。 やったー。質問はこちら。動画見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。概要欄に Twitter などもあるのでフォローしてください。それではまた次の動画を見てくださいね。よかった、やったー、あーよかった、やったー、すごいね、うつす価値なし一気にうつす5ランクぐらいだもんということで、なんと山本さん全問正解。イエーイ、東大の問題があったにもかかわらず。本当だよ。そして他のお三方は4問。これで4は本当すごくないですか。僕2とかですか2問だったら伊沢級でございますはい、ということでね、今日はねロゴクイズやってきましたけどね、思ったよりできて僕は若干不満ですはい、というわけでね、じゃあいつも通りチャンネル登録と Twitter のフォロー、サブチャンのフォローもよろしくお願いします。質問コメントもお待ちしておりますので、ぜひ。というわけでまたお会いしましょう。さよなら。そう。